三重県道32号伊勢磯部線は、三重県伊勢市と島市を結ぶ県道である。伊勢市、本町の伊勢神宮前から、伊勢市宇治浦田町の猿田彦神社前までを、三木本道路と呼び、伊勢市宇治間町から、島市磯部町襟原、川辺、までを、伊勢道路と呼ぶ。県道十二号、三木本道路起点島市磯部町川辺終点三重県道十二号伊勢磯部線は、 三重県道37号鳥場松坂線と三重県道22号、伊勢南東線の交差点付近の伊勢神宮街宮前、伊勢市本町を起点とし、瀬田町、宇治浦田町までの市街地の約 3.1km の区間の幹元道路と、宇治間町から、島市磯部町、蛯原までの山中と磯部町蛯原の水田地帯を通り、島市磯部町の市街地の磯部町川辺で、 国道167号に接続する約 15.2km の区間の伊勢道路を統合した三重県道である。三木本道路と伊勢道路は一本の道としてつながっているが、宇治浦田町から宇治間町までの区間に特別な別称がないため、三木本道路と伊勢道路の延長を合計した約 18.3km は、三重県道32号伊勢磯部線の総延長よりも短い。 伊勢道路の料金所に併設されていた売店は、料金所廃止後に拡大され、2006年現在も伊勢道路を通過する前後の休息場所として利用されている。磯部町には売店などは作られなかったが、沿線が民有地であるため、土産物屋やガソリンスタンドなどが出店している。1995年に国道167号うかた、磯部バイパスのエリ川間が、 伊勢道路と接続され、接続する T 字路に、トイレのある急速所アメニティ道路磯部ステーションが作られた。平成17年度の国土交通省の調査によると、伊勢磯部線の島市磯部町エリ原での平日24時間、交通量は14,189台で、開通当初の8倍以上の交通量になっている。 この道路は三木本道路と伊勢道路を統合して認定された県道であり、県道に認定されるまでの遠隔を記す。三木本道路の地図猿田飛行神社前、三木本道路終点付近、三木本道路は伊勢神宮下空前と内空鳥居前町の宇治浦田町を結ぶ延長3110メートル福院16メートルの道路である。1945年に米寿を迎えた新女王。 三木本幸吉が下空から内空までの近道を整備する資金を提供したことからこの道路の計画が具体化され、後に三木本道路と呼ばれることになる。伊勢神宮の下空前の伊勢市豊川町から内空前の伊勢修士浦田町までの豊川、浦田線が一般都市計画事業とされ、資金の不足分を国と三重県が補助することとなり、幅を4.5メートル。 1949年度2320メートル、1950年度2052メートルの区間を整備する計画が立てられたが、実際には昭和24年度に460メートル、昭和25年度に477メートルが整備されたに止まり、完成は昭和26年度まで持ち越された。当初の計画では歩行者と自転車のみの道路で、 自動車の通行は禁止することになっていたが、自動車が増加した場合のバイパス機能を与えるために、自動車が通行可能な道路として作られた。三木本道路は、昭和50年頃より順次拡幅工事が行われ、中央分離帯を持つ両側4車線道路となり、1993年3月29日に、伊勢自動車道伊勢西インターチェンジが作られ、伊勢市内の重要幹線となった。 初詣で伊勢市内が混雑する大晦日から正月には、伊勢西インターチェンジは、自家用車の出入りが禁止され、三木本道路は、バス専用道路となる。伊勢道路の地図上地ダムに沈んだ旧道伊勢道路は、伊勢市宇治間町から、島市磯部町、川辺までの 15.2km を整備し、有料道路とした伊勢道路が、無料開放された道路である。 伊勢道路以前島市磯部町エ原から標高、約二百四十メートルの大阪峠を越え、伊勢神宮神域の島地山を流れる島地川に沿って、伊勢州時間町に至る道は、江戸時代には大阪越えと呼ばれていた。島半島を縦断する、この道は、旧島国から旧伊勢国への最短距離になる道であったが、磯部町側は急勾配であり、九十九折の道の形状から、 七曲り、同じような景色が続き狐に化かされたように感じることから狐坂とも呼ばれた。明治中頃までは、島地方で水揚げされた魚類を伊勢市、川崎町の市場までに内房を用いて徒歩で運ぶと荷物でにぎわったが、一人で一度に運べる量が限られるだけでなく、早朝に川崎町に到着するには、磯部を夕方に出て、 山道を徹夜で歩く必要があった。1891年から1893年にかけて大阪峠を約30メートル切り崩す大改修が行われ、第8車が通行可能となり、県道伊等道路山田なり線に指定され、磯部街道と呼ばれるようになった。この道は人力車も通行するようになり、大阪峠付近には第8車や 人力車を押す手伝いをする業者が現れ、人力による大量輸送が始まった。この1893年は、伊勢市西部を横切る宮川手前の宮川駅まで、三宮鉄道が開通した年であり、平野部では人力輸送が衰退し始めた時期といえる。1903年に、大阪峠に水道を作る計画が立てられ調査が開始されたが、1904年2月6日、 日露戦争が勃発し、計画が頓挫してしまう。1911年に、三宮線が、鳥羽駅まで延長されてからは、伊部から伊勢市までは、鳥羽駅から山田駅まで三宮鉄道を利用して、鳥羽市を経由することが一般化した。1914年には、島市と鳥羽市の境にあるご地峠の改作工事が、行われ鳥羽道と呼ばれるようになり、 1919年には、磯部村の作田球次らによる、島自動車会社が、浮方飛ば間の乗り合い自動車運行が始まった。1929年に、島電気鉄道が飛ばかし小島間を結んだため、磯部道は、錆びれることになった。1935年に、再び水道の計画が立てられたが、今度は1937年に、日中戦争が勃発し、 計画は再び頓挫した。第二次世界大戦が終戦し、1949年に、磯部町から、鳥羽島で国道167号が整備された。伊勢道路伊勢道路起点に伊勢道路売店伊鈴トンネル、島市川島路山山中島路トンネル島市川、都反車線終戦より16年経った1961年12月、島地方で60年越しの悲願となっていた。 磯部街道の大改修計画が三重県と道路公段により再開された。発達したモータリゼーションとともに鉄道から観光バスと自家用車へ変化した観光の移動手段に適応し、浅間山への伊勢島スカイラインと複合した観光道路としての計画で島地方を観光地として開発、観光客を島地方へ誘導することが主な目的であり、 島地方の生活道路としての要望を重視したものではなかった。公費の回収のために有料道路とされ、伊勢島スカイラインとの分岐に近い伊豆津トンネルの伊勢市側のみに料金所とトイレのある売店が作られた。この料金所の位置設定により、伊勢市から伊部町へ向かう場合は問題がないが、伊部町から伊勢市へ向かう場合には料金所の町行列が 石津トンネル内に至ってしまうことがたびたび生じた。総工費11億6千万円を投じ、大阪峠に全長約455メートルの島路トンネルと、浅間山の西端に全長約870メートルの石津トンネルをうがった大工事は4年後の1965年2月13日に竣工し、同年8月14日に供養された。 福音5.5メートルの完全舗装道路に生まれ変わった磯部街道は伊勢道路と名付けられた。飛ばし経由に比べて距離で約12キロメートル、所要時間で約30分短縮した伊勢道路は昭和40年度には約58万台、上下線合わせて1日あたり平均約1600台に利用された。伊勢道路は1973年8月に 三重県道路公社に引き渡された。三重県市資料編、現代に産業、経済に記載された1973年8月1日からの伊勢道路の通行料金を一家に記す。鈴鹿公園有料道路に比べて約50%、島有料道路に比べて20から32%であった。伊勢道路開通時には、 自動車の排気ガスで新域の木が枯れてしまうのではないかという声があったが、1978年、頃より排出ガス規制が行われるなど自動車が改良されたこともあり、起用に終わっている。旧剣道山田な霧線の大部分は伊勢道路と一致するが、現在の伊豆津トンネルのある山を神宮へ迂回していた部分は、伊勢道路に用いた区間と交換する形で神宮に引き渡され、 2006年でも一部が現存している。伊勢道路の伊豆津トンネルと島路トンネルの間の約6 8トルは伊勢神宮の所有する森林であることから極端な切り崩しを控え、急カーブが連続することになってしまった。1976年3月に島路トンネル、磯部町川の上り車線に途半車線が設置される、工事が行われるなど、 開通当初に比べれば安全で円滑な通行が可能になるように改良されているが2006年現在この地方では交通事故の多い道路でありトレーラーなどは国道167号へ迂回することがある伊勢道路開通とともに三重交通により近鉄島線よりも所要時間が短い乗り合いバスが運行され伊勢市内などへの通勤、航行、 大学への通学が可能な範囲が広がった。島地方には総合病院の三重県立島病院があるが、規模と設備から休館に対応できないことが多々あった。伊勢道路開通後は、伊勢市内などの総合病院への休館紛争の時間が大幅に短縮され、多くの人命が救われたという。無料開放開通より20年後の1985年には、三重県道路公社から、 三重県に引き継がれ、1973年8月に予定されていた1995年の料金、徴収期間より10年前に無料開放となり、文字通り伊勢道路になった。その後伊勢道路と三木本道路が統合され、三重県道32号伊勢磯部線となった。国道167号交差点峠トンネル町、熊山円形島路さんと島地川、 伊勢西インターチェンジ神宮宇治工作所の銀南周辺の山周辺の川周辺の小乳道、襟原の水穴周辺の滝周辺の湖周辺のダム、上地ダム、島市磯部町襟玄上地大橋襟玄ダム。ありがとうございます。